回はセルト旅行の費用を大公開。飛行機は往復で3万7000円、高級ホテルは1泊1万円、広い部屋に朝食もついてました。セブ島は物価が安すぎて本当にびっくり。3泊4日でいくらかかったか紹介します。ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ行きます。お席です。来ました。なんか私が調べた感じだと、なんかマニラ空港自体のレートはなんかどこもいいみたいな感じでした。でお店もねいっぱい並んでんだけどさ、なんか全部同じっぽい。よし、じゃあ両替の豆知識です。バイとセルが出てるんですけど、バイのレートが高い方がお得になります。で強いて言うと、バイとセルの差額が少ないお店の方がお得らしい。まあ、バイを見て高い数字の方がお得なんだって。2万円を交換しました。その結果ですね、7560ペソです。めてなんじゃりぴーです。チキンになんとライスがついてきました。カフェにグラブで避難をします。はい、ということでコーヒー屋さんにやってきました。やばい、チャプチャプなんだけど、ちょっと待って、グラブが来たので、あゆみかってちょっとタイ語が出ちゃいますな。おはようございます。昨日の夜、タンブリシーサイドリゾート&スパさんにやってきました。私がお世話になるホテルです。はい、お部屋です。なんとびっくり、はじめにじゃじゃん、キッチンがありました。電子レンジと、あとね、冷蔵庫もね、でかい、ほら、めっちゃ入るです。で、普通にね、料理できるし、なんかグラスとかもこうやってもう揃えられてる。で、はい、IH もあります。ウニ、フライパンとかもありました。お水と、あとコーヒーとかは全てフリーだそうです。布団こんな感じで、なんかめっちゃ広い。はい、おトイレでございます。すごくない？洗濯機やんの、やばい。洗濯しよう。シャワーでございます。あとトゥールセットとか、なんかちょっとしたものとか、あとはヘアドライヤーはありました。あとびっくりです、アイロンとかもあります。 B さんもあります。金庫とか、これなんだろう、懐中電灯とか。で、今から早速朝食とのことなので行きたいと思います。フロントは突き抜けになってて、すごい綺麗だね。なんかすごい珍しいものがいっぱいあります。わ、ピザだ。そして私が一番食べたかったフルーツもある。パンもあります。いただきます。いっぱい取りました。セブソーセージをいただきます。めっちゃ脂っぽい。タイのコームヤンみたいな味がする。それをミンチした感じ。甘い。なんかここのビュッフェ結構セブ料理があって、初めて見るようなご飯がいっぱいあった。でも何かは分かりません。お魚です。何なんだろう。さつまいも、ずっと食べたかったフルーツ食べよう。イエーイ、うまいね。めっちゃプール大きい。スライダーがある奥に。
インフィニティープールっぽいです。違うかも。ここさ、ほんとすごくてプールがめちゃくちゃ多いの。しかも超でかいプールが3つ4つぐらいあるんすよ。すごない？プールで今日は1日泳ぎましょう。レッツスイミング。スミです。まだ朝だからすごい引いております。綺麗なのかな？海は広いな、大きいな。プールでーす。あったかい、温泉みたい。よくある外国人。やばいやばい。ちょん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 。プールに入りました。奥はまたね、違うプールで、こっちはこっちですごいバイバイプールです。あ、いいやん。こっちのプールはすごく気持ちが良いです。なんかね、お客さんもそんな多くないからゴミゴミせずにほぼ貸し切りみたいな感じで使っております。いいねいいねいいね。こっちにさ、蛇口があるの。蛇口、あーやばい、めっちゃ気持ちが良き。あー腰に当たっていい。昨日のさ、ツアーでもう筋肉痛がやばいの。もう肩とか腕とか、あともう足とかめっちゃ筋肉痛なんすよ。だからすごい引く。もう今日ここ一日ここにいてもいいぐらい。あ、なんかジグジーもう一個あってさ、こっちの方が勢いありそう。ほら、よいからせ。あ、これは背中だ。背中にフィット。このプールサイドでドリンクのバイワンゲットワンとか、あとウェルカムドリンクもね、ここら辺でもらえるとのことなので、どうも、イエーイ。バーにやってきました。ドリンクのクーポン券ここで使えました。タオルをお借りしました。イエーイ。じゃあ今から海の方に行きたいと思います。あ、やるぞやるぞ。これ浮き輪が必要だわ。ちょっと待って、やばいかも本当に。あそこでレンタルできるなんて。カヌーが30分で500で、バナナボートが30分で3000。じゃじゃーん、ピザ頼む。美味しそう。なにこれ、本当にこれ、フォーチーズピザ、美味しそう。チーズめっちゃ美味しい。天才かも。本当だよ。ちょっと大きさだからコメント力ないので。オレンジで効いてて美味しいですね。はい、最高です。今ドリンクワンバイゲットワンだから2つもらいました。なんと海の上のレストランなんです。なんかすごい人気と聞いて予約をしたのですが、何も関係なかったようです。おろおろおろ。はい、メニューはこちらになります。
み物はたまたんです。なんかマンゴーシェイクは売り切れでしたかね。ねえ待って、あのさ、私ビールを頼んでつわりだったんだけどさ、これが来た。しかもこれさ、私一人で飲むんだよ、やばくない？ビールだと思ったら全然違う、なんかジュースが来ました。イエン。でも安いよ、これで175だよ。じゃあ、乾杯。普通にミックスジュース。美味しい。え、ビールだと思ったのに、ピエンなんだけど。こちら、カイト。こちら、ガーリックシュリンプでございます。めっちゃ美味しそう。ではでは、いただきます。美味しい。エビ焼きです。全然殻ごと食べられるわ。米が欲しくなるな。何これ？え、何これ？ニンニクがすごいのかな？もうすごい初めて食べる味。もう一回。はい、美味しそうなココナッツです。これはマグロです。ツナツナツナ。ココナッツです。うん。美味しい。もうココナッツの味がすごい。あと青唐辛子入ってるから結構ピリッとする。これは美味しいです。でもスープコーナーにはなかったよね。オルブバイトエクスプレスです。うん、はい、次はツナを食べます。じゃじゃん。これは美味しいです。めちゃめちゃ肉厚ジューシーなマグロ焼きですね。味付けは醤油。これは日本人好きだよ。サイドに乗ってる玉ねぎはちょっと甘酸っぱくてぴったり。みんな聞いてくださいよ。私さっきさビール間違えたって言ってたじゃん。メニューね見たらね、ここに書いてあった、コルドバクーラーって。え、だってさこれだけ見てさ、スモールとビッグだよ。普通に考えてビールだと思わん。ここに書いてありました。だからビール飲みたい人はビール頼んでください。はい、はい、パロパロです。上に乗っかってんのは芋アイス。私は好きじゃない。うん、ココナッツシャーベットはうまい。意外と食べられた。このココナッツが美味しい。お会計をしました。いくらでしょうか。じゃじゃん。2500。正解は1669でした。私が変なやつを頼まなければな。いや安いよ、こんなにお腹いっぱいだもん。日本円だったら1万円ぐらいいくんじゃないか。はい、トイレはね外のここにあったんだけど、やばい、壊滅的に汚かったです。あとティッシュは必須でございます。で、隣になんかバラ園があるとのことで見てみよう。ハロー。 How much? 20 Thank you. 安い。隣にあったバラ園は20ペソでした。すごいクリスマスみたいだよ。めっちゃ反抗されたんだけど。さっきのレストランはこちらです。いろいろと想定外。誰、偽物でしょ。え、本物？あの動きブヨブヨしてどっからどう見ても偽物じゃない。くそ。ほら見て見て、これは偽物のバラじゃないかい。これお兄さんバリバリ作業してるし。じゃじゃーん。なんかプロポーズとかする場所なのかな。指輪がある、指輪。ここで Will you marry me? って偽物ですね、これは。こんなバラが光るわけない。中に電気入ってるし。1万ローズは違う気がする。1万ライトアップローズじゃない。このカフェは行かない。カフェメニュー。夜景です。1万本のバラが光っております。1万ローズです。Please stand in my
ちゃくちゃします。で、ね、ちなみにこの辺はもう夕焼けがすごい綺麗とのことなので、ぜひお時間ある方は夕焼けの時間に来てみてください。私は今回ちょっとプールでゆっくりしすぎたので、はい、夕焼けは見過ごしたんですけれども、ね、ぜひ来てみてください。こっち側に沈むからね、ね、ぜひ来てみてください。皆さんおはようございます。今日はなんとセブ最終日なんです。 Oh my god。 今日の深夜便で帰るんですけれども、こちらのホテルは今日がチェックインなのでお昼にグッバイします。めっちゃいいホテルでした。プールがいっぱいあって楽しかった。朝ごはんもついてるしね。で、今日はちょっとセブシティの方を観光したいなと思っています。だからここをチェックアウトして、ちょっと別のホテルに移動して、まあ、荷物とか預けて、で最後そこでシャワーとか浴びて空港に向かいたいと思います。それじゃあ今日も一日さまざまな。はい、ということで今からセブシティの方へ行きます。だいたいね、クタン島のアコからは1時間ぐらいかかって結構遠いのですが、それでもグラブで車は700ちょいペソだったので1600円ぐらいかな。一瞬だけお借りしたお部屋です。なんかめっちゃ面白いんだけど、何ここ、え、何、あ、ビューがやばいってことだ。うるさ、クーラーやば、おー、何も見えない。洗面所、なんかすごいやばい匂いする。はい、でここがお風呂です。あー、なんか診断の匂いもすごいです。はい、ちなみにここは1泊4500円ぐらいでした。まあ今日は泊まらないんですけどね。うん、ちょっとだいぶビビっている。今からですね、セブシティを観光したいと思います。今から行くのはカルボンマーケットです。なんかローカルな市場で楽しそうなので行ってみます。ここからだいたい車で15分です。料金は170ペソです。はい、ということでカルボンマーケットにやってまいりました。ちょっとそう、この辺は治安が悪いとのことなので皆さんお気をつけください。お金は最低限にして、もうちゃんとね、バッグ前でギュッて固定して、もうスマホも肌身離さずギュッ、はい、完璧です。じゃあ行きましょう。めっちゃ美味しそう、キャハー、めっちゃローカルだね。すごい、なんかタイでこういうの慣れてたつもりだけど全然すごい。じゃがいもだよ、でかっ。しかもめっちゃ少ない、75ペソとか50って書いてある。安っ。地元の台所っていう感じで、もう野菜とかフルーツがすごい安くお手軽価格で買えるそうです。あー、暑いね。カルボンマーケット、私ね、ご飯が食べたいのよ。で、ご飯食べられるって書いてあったんだけどさ、でもね、ご飯を食べる場所がどこにもないっていう。なんで、はい、ご飯屋さんっぽいですが、お店がマジで少ないです。あやー、なんかここで食べられるみたいですよ。あんまなさそう。あれ、これは違うの、マンゴーシェイクって書いてある。え、あるかな、なさそう。なんか Excuse me, do you have mango shake? ない。え、全部オールのシェイク It's not available. え、It's not available. It's not available. あー、もうオールなし。Oh my god. Thank you. Thank you. ないんだって、ビアン。ここではご飯しかありませんでした。何の料理か全くわかんないけど、すごくいい匂いです。魚とかチキンとか豚とか、そういう料理がね、いっぱい並んでます。これが20なんだ。20だって。パイナップル、パイナップル。あ、ワン。どっち？Thank you. 美味しそう。いただきます。乾杯。Inom na o pineapple, lami kaayo, beratura, swak sa bulsa, inom na all, sana all. マジ 100% パイナップルジュースだ、美味しい。ドリアン美味しそう。あ、This one 100? This one 100. やった、ドリアンをゲットしました。イエイエイエイ、高カロリー、ドリアンさん。どうしよう、これで美味しくなかったら。私は悲しいぞ。あ、ありがとう、Thank you. OK. Thank you. このランプータンちゃん、え、
Excuse me. すいません。1 kilo how much? 60. 買う。Buy. One kilo, please. 1 kilo. 大好きなランプータン。イエーイ。ランプータン。ランプータン。イエーイ。1 kilo gets. あれ、お釣りは？あれ、お釣りは？Okay. あれ、なんか50返ってきちゃうんだけど。やったー。50で買えた。1 kilo。マンゴスチンを買いまーす。イエーイ。はーい、ありがとう。これ、今日ね、全部食べるから。買いましたー。ドリアンでーす。いただきまーす。強いドリアンかも。結構臭みが激しいかも、これ。今まで食べたドリアン史上一番臭いかも。すごいな、普通こんなとこで食べるやつなんていないよ。これも冷たい方が美味しいんだよな。はい、抜けた。ペラー。おいしい。にゃーん。やばい、手が。後先何も考えずに食べた結果。ほら。種の周りがまずいから、種を頑張ってきれいに取る。甘っ。めっちゃ美味しい。まだまだ。本当はこういう果物は絶対水で洗った方がいいんですよ。でもちょっと私今日ね、もう今日帰るっていうこともあって、かつお腹空いてるってこともあったので、はい、その場で食べちゃいました。ちょっとお腹壊したらね、自己責任なのでお気をつけくださいませ。さあ、さてさて、今から教会に行きます。バシリカ教会にやってきました。はい、着いたよ。はい、こちらはですね、かの有名なマゼランの十字架です。はい、お隣にフィリピン最古の教会があります。がしかし多分私は入れません。 Oh my god。 荷物チェックがあるよ。なんかよかった、行けた。なんか行けた。で、これは火、火、火を着いた。着いた。はい。ここではね、赤いろうそくの火をつけてお願い事をすれば OK だそうです。で、願いを込めて上に飛ばせば願いが叶うっていう噂があるらしいっすよ。はい、以上、教会でした。次はショッピングに行きます。レッツゴー。そういうことでやってきました。あややらショッピングセンターでーす。パチパチパチ。ここ本当にでかくて、頑張るわ。行きます。で、ここではね、ショッピングをしたいなと思っているんですけども、あとなんか有名なね、ドーナツ屋さんがあるらしいので、はい、ドーナツも食べます。かわいいセブのお店に行きましたとさ。セブ島のお土産が。アイラブセブがいっぱい。はい、マンゴーがいっぱいありますが、マンゴーはなんか下のショッピングセンターの方が安いし、いっぱいあるって書いてあったので、そこで買いたいと思います。めっちゃある、マグネット。あ、これは逆だ。こっちっぽいな。もうさっきからさ、ドーナツ屋さんが全然なくてさ、しかもさ、マップがないの、ここ。どこなんだろう。あっち側じゃない、もしかして、テラス。やっと見つけてよ。なんとね、あっちだって、あっち。やばたん。
やっと見つけた。なんと外の内側のねテラスだった。テラス、そこの奥の奥にありました。ジェジェコードーナツ、イエーイ、開けてくれた、ありがとうございます。チョコレートがいいな。これおまけでついてきた、ドリンク買ったら。で、うまっ、もちもち、うん、中にもチョコ入ってる、甘っ、グレイジー、結構甘くて美味しい、うん、これ美味しい。上のチョコがサクサクしてて食感があって美味しい。はい、ドーナツはとてもとてもあらいまーでした。さっき普通にさ、1ペソあるって言ってマイミーかーって言っちゃった。そしたら笑われた。はい、いきます。ここら辺だそうです。イエーイ。じゃあ買い物をしようでか、これ好きなソモを見つけちゃったので買います。私は事前にネットで見ました、こういうラーメンが人気らしいです。くれた、あれ、ちょっとデブな友達にはこれを買いました。これなんか気になってたの、これバナナケチャップだって。美味しいのかなぜひみんな食べてみて。え、これ何、チキンの素なのかな。チキン作れるの。なんかミックスしたらチキンができるんだって。はい、お家でフィリピン料理堪能したい方はこいつもいっぱいあります。あ、これいただきます。あ、うまっ。カカオチップス、これココナッツチップスだって。美味しそう、いろいろ入ってる。お、めっちゃ入ってる。これでもう足りるね、いっぱい。850です。待って、やばくない、どんだけ種類やるねんってぐらいあるこれは悩むわ、全種類買いたいわ。え、絶対パンダあるでしょう。私の大好きなパンダを探します。パンダ、パンダ、パンパパンダ、テレレレテレ、私の大好きなパンダを発見。なんと隣には超でかいサイズ、見て何個入り、最高じゃん。26、10パッケージ入ってる。これか、小分けが多分いっぱい入ってる。え、いいじゃん、これにしよう。私が世界一好きなパンダを、はい、あげます。ココナッツオイルがあります。めっちゃ匂いする私が愛してやまないコルゲートさんがありました。どれにしようかな、買います。今爆買いしました。2500ペソでした。めちゃかった、重たい。じゃあ今からマッサージに行こう。どこや。はい、よろしくです。よろしくです。ハウスオブレッチャンです。大人気で外しか空いてないって。あ、こんばんは。可愛いメニューです。ここは豚のカリカリが食べられるところ。はい、さっきマッサージ行ってきました。もうね、髪の毛すっごい爆発してね、やばいこと、ね、うん、もう顔がすごいすっきりしました。ふーから足がめっちゃ軽くなった、最高。もう私は有名なレチョンに来ました。ここで最後の晩飯を食べたいと思います。丸焼き、丸焼き、なんか豚の丸焼きがね、ほんとボンって置いてあってね、ちょっとすごいのよ。で、ここすごい人気で、今7時30分ぐらいなんだけど、もう店内ほぼ全部満席で、そう、外の席ならすぐ案内できると言われたので、はい、来ました。じゃじゃん、アッポービールにしました。やっと最終日、パンパン。待って、めっちゃうまい、ジュース、リンゴのジュースだ。うま、本当に甘い、ここのシェイクは。めっちゃ美味しそうなんだけど。あ、Thank you。 やばい、美味しそうじゃない。ほら、非常に可愛いご飯。豚さんです、大好きな。パックブン、ファイデン、いただきます。うん、パックブン、ファイデンだ。うんふん、世界で一番美味しい。これは脂っこくてうまいよ。いただきます。初日も食べたんだけど、それよりも全然美味しい。なんかチーズとかいろいろ入ってる。これは美味しいわ。ああ、豚のそぎ落とし、マジ豚の味。
MK のやつと同じ味がするわ。うまいです、最高。みんなご飯もあるから、毎日ガーリックライス食べてるから。うん、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。どれも美味しい。大当たりです。はい、ということでお腹いっぱい食べました。めっちゃお腹いっぱいでやばいです。全部で1564ペソです。安い。ということで今から空港へ行きます。だいたい40分ぐらいです。はーい、着きました。ここが私のアナザースカイ。ウェビー、皆さんすごくないですか。なんとこのお洋服、この前 KKday さんのイベントにいた時に、そのフィリピン観光局さんがあのスポンサーでいろいろグッズをいただいたんですよ。なので今日これ着てきちゃいました。はっはっは、ラオペルピン。いやでも本当にね、フィリピンはとても面白い国で楽しかったです。じゃあ今から空港チェックインをしていきたいと思います。で、帰りなんだけど、帰りはエアアジアでマニラ経由ではなく、なんと韓国経由で帰ります。本当に元気だよね、頑張るよ。もうはい、でね、中に入るときはこのなんか搭乗券必要なんですよ。はい、なので持っていきます。で、今回乗るのはティーウェイです。そうで、ここのねターミナルには本当超最近できたところらしくて、だからすごいね、いい匂いがします。新築の匂い。トランク15キロまでなの、いけるかな。いけー。お、よい、ギリギリ。あ、ぶんの。え、うちらやばくない。はい、ここのターミナル2にあるのはお土産屋さん、こちらのアイランドセベニアのみです。それじゃあもう何もないのでデパッチャします。バーバイバーイ。出国しました。ここは免税品かなが売っております。こんにちは、マンゴーです。これの皆さん、マグネットいくらだと思いますか。ちなみにさっき私たちは100ペソぐらいで買いました。なんとこちら、じゃじゃーん、10ドルです。高級だ。触れない、ごめんね。触って50ペソだ。まあ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 、いいんじゃない。最後、ご飯食べるところもあります。はい、それじゃあ乗り込みます。バイバーイ。もうすぐ、もう1時なのでめっちゃ眠いです。またね、セブ島アイランド。はい、座席です。はい、おはようございます。今なんと私はインチョン空港、ソウルにやってきました。はい、ここでね、あと3時間ぐらい過ごしたいなと思います。韓国にね、上陸したのは1年ぶりで、はい、懐かしいですね。昔ここめっちゃ走りましたね、私は。はい、じゃあ行きまーす。さあ、なんか飛行機でね、隣に座った人、男の人がさ、靴を脱いでたんだけど、めちゃくちゃ臭くてさ、やばかった。やめてほしい、ああいうの。無事に乗り継ぎ完了です。めっちゃ早かった。荷物検査をして、お水グッバイして、パスポートを見せるだけでした。早く行ける。この乗り継ぎ走ったら多分10分で行けると思う。じゃあお腹減ったからなんか食べに行こう。あ、え、私ここで前買ったかも。このパリスバンケットみたいなお店で、パリスや、買うかな。あ、美味しそう。パン、パンいっぱいある、買おう。ダンキンドーナツ、変わったドーナツがいっぱいある。はい、じゃあいただきます。うん、うまっ。はい、ほい、じゃあそろそろ時間なので入ります。はい、ということで一瞬の韓国だったんですけど、美味しいパン買えたし、ダンキンドーナツ買えたし、あとビオットも買えたから満足。あ、見て、ほら、かわいい。ポケモンだよ、ポケモン。空飛ぶピピカピーもいる。はーい、なりやん。ポケモンだ。はい、座席でーす。韓国の美味しいご飯食べたいので、また韓国行きます。近々。
はい、成田空港到着しました。あいにくの雨でちょっとねどんよりとした天気なんですけれども、日本無事着です。はい、これにて今回のセブ旅行は終わりです。またね、来月は違う国に行くので楽しみたいと思います。ちょっと体力のね衰えを非常に感じたので体力作り頑張ります。以上、3泊4日のセブ島旅行でした。今回かかった費用は総額1人8万5000円でした。10万円いってないことにびっくり。セブ島は物価が安くて最高だったので、ぜひ行ってみてください。それじゃあまた会おうね。バイバーイ。